元ブライダルモデル、ヨガインストラクター、エステサロン代表の萌えです。股関節が硬い状態を放っておくと全身太りにつながってしまう可能性があるんです。ぜひぜひやってみましょう。できれば足の甲を持っていきましょう。ももの前側をしっかりと伸ばしていくストレッチです。どうしても手で足の甲を持つのが辛いという方はハンドタオルか何かを使って少し長さを出して軽減していただいても大丈夫ですよ。無理をしないでご自身のペースでゆっくりと息が止まらないように行っていきましょう。反対側も同じように準備していきます。下の足の膝は少し曲げていただいても大丈夫です。さあ、ゆっくりとご自身のペースで呼吸を行いながら、手は後ろの方へ持っていきます。足の甲が持てないという方はタオルか何かを使って長さを出してね。意識がもしできるのであれば、お腹にキュッと力を入れて、首、肩の力は抜いていきましょう。このストレッチを行うことで余分に張り出してしまった太ももの前側とか大天使の張りがなくなってほっそりしてきます。片方の足を引っ掛けて4の字みたいな状態を作って準備していきましょう。さあ、こんな風に足の外側にどうしても手が届かないという方はタオルか何かを使っていただいて長さを出していただいても大丈夫です。無理をしないで行っていきましょう。お尻の外側から、そして足の外側がじゅわーっと伸びているような感覚があれば大正解です。痛いという人はこうやってゆさゆさ揺らして軽減してみてね。反対側も同じように準備していきましょう。引っ掛けている方の足の膝が自分の方に近づいてこようとするんだけど、それを遠くへ遠くへなるべく意識していくことによってより伸び感が広がってくるし、お尻のいらない筋膜がリリースされてきます。これを行うことによって足とお尻の筋膜がつながっているので足痩せ効果は抜群です。あと少し頑張って。次は体側のストレッチを行っていきます。なるべくしなやかに、そして腕を丁寧に動かしていきましょう。肘を伸ばしていくのがポイントです。この時に体の体側の固まっている箇所はどこなのかっていうのを確認していきましょう。ポイントはお尻が床から浮かないことです。さあ、反対側も同じように行っていきましょう。左右差もとってもあると思います。ご自身の左右差をしっかりと知ることによってちょっと硬いなと思う方を多めに行っていただいても大丈夫です。両方のお尻に均等に体重を乗せて、お腹にもしっかりと力を入れることで代謝はアップしていきます。体側を伸ばすことによって脇の下のリンパの流れも良くなって老廃物が流れやすくなります。下向きで片方の足の膝を曲げて、かかとを足の付け根あたりに持ってきて、反対側の足を伸ばした状態、両手を前について準備です。無理をしないでゆっくりと手をトコトコと前に歩かせて準備、前屈していきます。このポーズ取っているだけでもお尻とか外側の太ももの張りの改善にもつながってきますし、伸ばしている方の足の太ももの前側とか股関節のあたりのストレッチになっているので、無理をして前屈をしなくても形をキープしているだけでも十分です。反対側も同じように準備していきます。
余裕があればしっかりと前屈そして起き上がりを繰り返していきますが、痛いという人は無理をしないだけ、キープでもだけでも大丈夫です。ご自身の左右の差をしっかりと観察していきましょう。硬かった方を多めに行っていただいても大丈夫です。普段の生活では伸ばすことのない部分の筋肉を伸ばすことができます。ちょっと痛いけど頑張って。四つ這いからしっかりと手と手を組んだ状態で肘をついて準備していきます。股関節からゆっくりと後ろへ、股関節からこうやって曲げていくっていうのがわからないという人は、この太ももとお腹の間の股関節にタオルをくるくるっと まくって、そして挟んでいただくと分かりやすいです。でそれでも辛いという方は足の幅を広げてみてください。ご自身のできるなと思う開脚の7割くらいで足を開いて準備していきましょう。膝が曲がらないようにちょっとずつ頑張って前屈していきます。押しても辛いという方は膝の下とかお尻の下とかにブロックとか本とかタオルとか手の上にも高さを出してください。タオルでも大丈夫です。呼吸に合わせて痛気持ちいいぐらいでキープです。あと少し頑張って。片方の足の前になるべく90度で踏み込んだら、後ろの足はできる限り後ろの方へ伸ばして準備していきます。ゆっくりと後ろの足の付け根のあたりを床の方に近づけていこうとしましょう。後ろの足の膝が曲がっていても大丈夫なので、なるべく骨盤が平行、つまりおへそがまっすぐ前の状態を意識していきます。じゅわーっと後ろの足の太ももの前側のあたりが伸びていたら大正解です。さあ反対側も同じように準備していきましょう。後ろの伸ばしている方の足の膝が床に当たって痛いという人はタオルか何かを敷いてね。無理をしないでご自身のペースで行っていきましょう。呼吸のポイントは息を吸って吐きながら踏み込んでいきます。途中で息が止まらないように注意していきましょう。左右のね、硬さの差もちゃんとしっかりと観察してみてくださいね。ご自身を観察して知るということもとっても大切です。 LINE のお友達限定で無料プレゼントがあります。運動を習慣化するためのカレンダーと、これさえやれば OK、 1週間のエクササイズメニューです。概要欄からお友達登録お待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。